八十八艦隊物語は、横山信義作の架空戦記。横山の諸女作である、鋼鉄のレバイアさんと、本編五巻、列伝二巻、外伝三巻によって構成される。ISBN は、前者がノベルス、後者が文庫版。百九十九 x 年、北朝鮮の独裁者が死亡し南北朝鮮が統一を行おうとする最中、ロシア極東軍管区が暴走し、 朝鮮半島に侵攻する事態が生じる。陸軍に引きずられる形で、ロシア太平洋艦隊も内島上陸作戦を行うため、25インチ手法を要する、長巨大戦艦のトハチェフスキー級、バツウチンを主力とした艦隊がウラジオストクを出港する。これに対し、韓国を支援するアメリカ合衆国、第7艦隊も22インチ手法を搭載する。 超巨大戦艦プレジデントシリーズに連なる、リンカーン、ジェファーソンを主力とした部隊を派遣。ここに、太平洋戦争以来となる海軍の主力艦、戦艦による艦隊決戦が日本海を舞台に行われようとしていた。これより、約60年前になる昭和14年、島田茂太郎は、山本56の後任として、連合艦隊司令長官に就任するため、 クレの軍港にいた。そこには、戦艦8隻、巡洋戦艦8隻からなる88艦隊の巨艦たちがいた。航空主兵論者であった前任者とは異なり、大艦巨砲主義者である彼は同じく戦艦を主力とした米海軍に対し当然ながら、戦艦による決戦以外、考えはなかった。2年後の昭和16年、太平洋戦争が開戦し、 日米海軍は戦艦を主力として多くの鉄と地と涙を太平洋に飲ませることになる。本シリーズは88艦隊や3年艦隊計画の戦艦、巡洋戦艦とその後継艦が海軍の主力となり、大艦巨砲主義が第二次世界大戦以降も軍事常識であり続けた世界を描いた作品である。日露戦争において第一次ポーツマス会議が 決裂した後、陸軍が第二次方展開戦と続く両用への撤退戦で大敗をした結果、海軍の発言力が大きく拡大した世界となっている。このことを背景に、海軍はワシントン軍縮会議を拒否、続くローマ軍縮会議で補助艦比率の大幅な削減と、主砲口径を16インチまでとすることで、諸外国も妥協をし88艦隊は、 生き残ることになった。これにより、戦艦に多くの予算が振り向けられた結果、日本だけでなく他の国も航空機の発展に支障を生じさせ、航空主兵主義は日の目を見ることなく、太平洋戦争を終えている。そのため、冷戦時においても戦艦は海軍の主力であり続けた。当時の作品としては珍しく、本書は日本がアメリカに勝利するという展開ではなく、 航空機が量産できない状況ゆえに、史実よりは海軍は前線する。しかし、結局は根本的な問題である国家戦略から兵器に至る様々な認識の甘さや国力の差により、史実と同じくポツダム宣言受諾という形で降伏を迎えている。戦艦相打つ太平洋戦争を描く本編、データ州や戦前、戦後史や 戦艦以外の兵器に視点を置いた列伝、外伝、そして大環境法主義の極限とその終焉を描いた鋼鉄のレバイアさんというシリーズ構成となっている。日本の従順はトネ型が存在しない。最上型は当初より20センチ砲を搭載している。そのため、史実で15センチ砲を搭載したための手法配置の変更が本作中では理由不明とされる。 また、ヤマト級の副砲は新規開発となっている。軽巡は多い北上の活躍からクマ級の他の艦やアブクマ以外のながら級が従来装艦に改装されている。アメリカについては史実とおおむね変化なし。ただし、アラスカ級は存在しない。戦後に建造された原子力巡洋艦ロングビーチは原子力戦艦のハズバンドイーキンメルの 実験艦とされる。作品世界の鋼鉄のリバイアさんの時代においては、海戦は戦艦同士の手法の打ち合いに先立って、まずはミサイルの打ち合いにおいて互いの補助艦を潰し合うのが定石とされ、タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦はその際に艦隊艦ミサイル迎撃用に活躍する存在となっている。旧ソ連ロシアにおいてはキーロフ級 ミサイル巡洋艦が存在しないが、それ以外は、史実通りで、アメリカ海軍よりも艦隊艦ミサイルにおいて優勢だが、ミサイル迎撃能力では大きく、水を開けられている。史実と異なり日米両海軍とも戦艦階層の空母はない。また海戦時に保有している正規空母は、日本海軍は、総量、飛竜、昇格級、巡洋級の各2隻。 軽空母として、交渉、流浄、自方。雷撃艇母艦に転用された運流、そして完成時にはすでに使い道がなかった大砲を収益させている。大高など民間船の回送空母は、元来は戦時に仮想巡洋艦とすべく民間船に助成したものが、傭兵側の反対により空母に回送された。費用は戦時には、 仮想巡洋艦でない世紀の巡洋艦に改装される目的の船であったが排水量が中途半端だったためこれを断念し空母に改装された。なお、史実と異なり日本の空母は藤本機王の主導の下戦艦以外の艦が長時間ドックを占拠しないよう総量から電気溶接を用いたブロック工法が全面的に採用されており またダメージコントロールにも優れていた。アメリカ海軍はヨークタウン級の3隻と SX 級を4隻。戦後は空母を建造しなかったため SX 級が AV-8 を搭載する V トール規模艦として長らく使用された。英仏両国は詳細は不明だが戦後も空母を建造。フォークランド紛争においてハーミス・インビンシブルが活躍し先見の命を示す。 その際に、アルゼンチン海軍の空母バイアブランカが空母船も、挑むも、搭載機の性能差は大きく、敗北。ソ連は詳細不明であるが、第二次日本海海戦時に、太平洋艦隊に空母が配備されておらず、対艦ミサイル迎撃に関しては、バツーチンに搭載されたかマイナス50がいったことから、建造していない可能性すらある。特型から朝サ型の間にあった初春型、 白髄型が存在しない。徳型は、藤本の設計を平賀譲るが修正をしている。そのため、第四艦隊事件は発生せず、藤本は海軍で拉腕を振り続けることになっている。秋月型は、18インチ砲艦が爆風により主砲射撃時に、降射砲が使用不能となるため、その対策として建造された。 航空機が停止されている影響で理解が得られず、6隻の実験目的での建造に止まる。アメリカ、旧ソ連ロシアについては、巡洋艦と同じく史実とおおむね変化はない。日本、アメリカ、ソ連、ロシア。ありがとうございます。